真実か。 程度は学ぶとしても宇宙船を直すにはかなりの時間が。いや待てよ、何も自らの手で直さずともこの学園の連中にやらせればいいではないか。そうだ、学園制圧これだ。ならばまず学園の地理を知らなければならない。<笑> もらった、この学園はすでにこの手の中に。え、学園の案内？ うん、いろいろ知りたい。 別に構わないけど、なんで僕に？ 一番利用しやすそうだからさ。 え、何？ なんでもない。 はいはーい！ ムーペ君と遊ぶなら 行く。イケちゃんも？こいつが何をやらかすか見張ってないと。チッ、余計なやつが。チッ、聞こえたわよ。 ムーペも君が来ないと始まらないよ。はーい、絶対正体暴いてやる。 喜んでてそういうレベルじゃなかったでしょ！ でも相変わらず。
わらず暑いね、ここは。あれ、ムーペ？ムーペ、体が縮んでない？まさかね。しまった！暑さのせいで溶けて、ウロボロスの像だよ。ウロボロスだと？もともとは自分の尻尾をくわえた蛇の姿をしていたの。始まりと終わり、無と有を表す錬金術の象徴なんだ。神様みたいなものよね、簡単に言うと。神様か。そうだな、そんなはずはない。何か気になった？いや、この像の後ろ姿があまりにも親父の背中に出たものでな。あんたじゃ太鼓も叩けないでしょ。メンバーが解散した時に俺はギターを捨てた。二度と弾くことはね。え、ギター？メンバー？昔の話さ、昔のな。ここにいるといろいろ思い出しちまう。行こう。あんな寂しそうなムーペ君、初めて見た。触れちゃいけない過去だったのかな。そんな大
そんなもんがあるわけないでしょ。ざっと回ったけど、どう？大体わかった。話風にまとめてどこへ行くつもりですか？ギカ。大きな音がしたから何かと思えば、やはりあなた方ですか？違うよ、うちは何にも。これはあなた方のアトリエの生徒ですよね。
職員室の窓から飛び込んできました。まったく毎度毎度。そんな、こいつが勝手に爆発しただけだよ。勝手に爆発する人間がいますか？いるんだって。そこに、そもそも人間かどうかも怪しいし。とにかく責任を取って食堂の修理と掃除、終わるまで返しませんよ。そんな。仕方ないか。やわらかかったね。もう触っちゃダメだよ。はい。頼まれていたものはできてるぞ。調合済ませておきました。どうぞこれを。